ヨアシュは、ユダ王国の、第八代の王。名前は、ヘブライ語で、ヤファウェは与えるのい。ユダ王国の王アハズヤの子として生まれる。アハズヤが、イエフに殺されると、アハズヤの母、アタリヤが女王になり、自分の地位を脅かすダビデの王家の者を暴殺した。しかし、アハズヤの姉妹で大祭司エホヤダの妻となっていた、エホシェバによって、ヨアシュとそのウバが助け出された。 ヨアシュは6年間、主の宮にかくまわれて、大祭司夫妻に保護され、養育された。ヨアシュが7歳になった時に、大祭司エホヤダが軍隊を味方につけて、クーデターを起こし、アタルヤを捕らえて処刑して、ヨアシュを即位させた。エホヤダは、宗教的政治的な契約を民に結ばせて、イスラエルの神ヤハウェと、神王、ヨアシュに対する忠誠を誓わせた。ユダの国民は、 バールの宮と祭壇の像を破壊した。ヨアシュは、エホヤダと共に懸命な政治を行った。だが、エホヤダの死後、ヨアシュとユダの国民は神に背いて、アシェラと偶像に仕えた。エホヤダの子ゼカリアがヨアシュの罪を責めたが、ユダの国民がヨアシュの命令により、ゼカリアを殺害した。直後、アラムの王、ハザエルが、ユダ王国を侵略して、 エルサレムを陥落させ、主の宮の宝物を略奪した。ヨアシュは、やがて家来たちから信頼を失い、ついには謀反を起こされ、病床にあったところを殺害された。ヨアシュの遺体は、ダビデの町に葬られたが、王の墓には埋葬されなかった。息子アマズヤが王になり、父、ヨアシュを殺害した家来を処刑したが、その家来の子供たちの命は助けた。ありがとうございます。